皆さん、どうも。ヌオーです。今回紹介するのは、ロバート・ベンチューリです。一級建築士試験に出題されることがあるので、ぜひチェックしていってください。それでは、どうぞ。ロバート・ベンチューリは、ラスベガスにおいて、ラスベガスの都市景観の多様な空間要素を記号論的な視点から分析しました。